皆さんどうも、T島です。では今回もファイアーエムブレムエコーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで、今回はルドルフですね。多分もう4章でもこれが最後の戦いになるのかな。なので、このルドルフを倒して、このリゲルの国ですかね、手に入れようかなと思います。ということで、行ってみますか。要塞が破られたか。はい、解放軍がこの城に押し寄せるのも時間の問題かと。よかろう。ならば迎え撃つまで後のことは頼んだぞ、マッセナ。はい、すべて陛下のお心のままに。お待ちください陛下。ベルクトか。陛下、なぜ私には出陣をお許しくださらないのです。確かに国境では失態を演じました。ですが今度こそ。二度も同じ敵に敗れた者が世まいごとを。我がリケル軍に無能の輩はいらぬ。おとなしく見ておるがいい。そんな、陛下どうかご慈悲を。陛下、おじ上。さあ行きますかね。ベルクトはルドルフのことをおじ上って言ってましたね。なんか肉親なんですかね。じゃあ、あれ、あ、敵はこの城壁っていうか城の両サイドにいるみたいですね。で、ルドルフは、あ、こいつか。デスモチか。結構デスモチは厄介ですからね。で、多分このボーナイトもなんかみんな飛行特攻を持ってそうな感じなんですよね。やっぱり持ってますね。飛行特攻もまあまあ、でもまあ21なので防御力が、ああ、それでもちょっと5とか9とか食らいますね。まあまあ、ここはもううちのエースに頑張ってもらいましょうかね。さあさあ、じゃあ行きますか。リゲルの勇敢なる兵士たちよ、よくぞここまで私と共に戦ってきた。だが時すでに遅く、リゲル帝国の命運は尽きんとしておる。聞け皆の者、私が倒れることあらば、その時は潔く降伏せよ。ソフィアの若き将軍は情けあるものと聞く。よいな、命を無駄にするでないぞ。あの人が皇帝ルドルフ、なぜだろう。みんなを苦しめた敵のはずなのに、憎いとは思えない。むしろ懐かしいような、この感覚は何なんだ。おい、どうしたんだよアルム。とうとうリゲル城に攻め込むってのにぼーっとして。気合い入れろよ、そんなんじゃ負けちまうだろ。ああ、そうだね。よし、行こうみんな。さあ行きますか。さあどう攻めるかですね。言ってやってもいいぜ。ああ、それでもやっぱり打ってきますね。 80%。 はいはいっと。よし、オッケー。まずは一体。ただ魔法持ちが多いのは右側なので、ただかといってちょっと遠距離攻撃できるやつがそんなにいないんですよね。私頑張るね。
まあ相手も飛行特攻持ってますからね。てか BGM がなんかずっと音楽流れてますけど、うーん、ここら辺のちょっとバロンも厄介ではありますね。ディフェンス23、アタックが28か。よし、とりあえずちょっと敵の出方を見ましょうか。これでも食らう？あー、やっぱり移動してくるのかな。移動してくるのであれば任せたまえ。このフォルスとルカにこの門ですかね、ちょっと守ってもらいながら後ろからまあ攻撃するっていう感じですかね。ただその前にこの攻撃できるやつはここからもう攻撃してしまった方がまあ一番いいかなと。で他の敵はちょっとあまり攻撃を食らわないように下げときますかね。いつでもどうぞ。よし、まあこんな感じで、まあこの敵ども迎え撃ちますかね。ちょっと微妙にフォルスが間に合わないかな。それ以外で防御力が高いのはマチルダかな。さてその間にこっちの弓兵ですかね、ボーナイト倒しときますか。いやー、かわされた。なんかそんな感じがしたんですよね。回復をしてきたな。裏をかけたと思いましたか。はい、届くと思ったか。うん、オッケーオッケー。そんな感じでちょっとそこで食い止めてくれれば。あんまり当たらないんで待機させますか。そうですね、ちょっとデスを先に倒しておきますか。俺に勝てないってどうなのよ。さてマーナーの草を手に入れて、うん、ちょっ
とディフェンスが俺も死ぬのは嫌なんで少ない感じはしますけど、はいはいっと、オッケーオッケー、おっと、そう来るか。ならば確かクリフが防御力高かったような気がするんですよね。危ないですね。さて届かない、あどうしようかな。黒魔法17か、そうですね、倒してちょっと一歩ずつ前に進んでいきますか。神の裁きです。行きます。神を感謝します。今日の主役は君だな。これ観念しない。すげえ蹴りでなんか武器の槍と同じ攻撃力があるっていうのも、これもまたすごいですよね。あー戦技ではちょっと倒しきれないかな。ちょっとティータはちょっと置いときますか。はいはい、29か。ああ両方ともかわされたな。うん、バロンのくせに結構かわしてくれますな。で一応多分弓兵はもういなくなったので、まあデスも届かないかな。こっから戦技は届かないんで、やっぱりちょっと一撃では倒しきれなかったですね。うん、あといけそうななんか戦技はないですね。そうですね、ならばアルムを回復させますかね。よし、これで終了ですね。やっぱり敵の方も入れ替わり立ち替わりで攻撃してきてますね。腕が上がったのを感じる。お待たせください。さてリザイアで回復がてらに攻撃しますか。おっとかわされた。
ならば、そうですね、ファイヤーで攻撃して、でもちょっとデューテはディフェンスなので、もしかしたらこの弓兵に狙われそうなんですよね。サンダーで一緒か。じゃあこれで当たるかな。当然だ。でルカを一歩前に出して、まあとりあえず攻撃しときますか。おっと、敵も 2% の確率でクリティカルを出してきましたね。ああ、届いてもここまでか。うん、そうですね、どっちを倒しておこうかな。こっちを倒してフォルスを一歩前に出しますか。残念でした。悔しい、ごめんね。うん、いいじゃないか。いいだろう。29まで減らしときますか。まあ魔法で攻撃さえされなければ、このアーマーですかね、バロンたちはまあ大丈夫ですからね。通常攻撃だけでしたら。ただでもやっぱり回復はさせておかないと、いつ何時何が起こるかわからないんでね。おお、危ね。やられる。やられた。さらば竜とよ。俺は撤退。裏をかけたと思いましたか。さて、どんどん進軍していきますかね。じゃあ、アローでいきますか。悔しいでしょ。自分、はい、行けますよ。じゃあどんどん行きましょうか。おっと、危ないですね。任せたまえ。うん、いい働きしますね。切ってやってもいいぜ。さて、1回でいけるかな。あ、いけましたね。これでも食らう。それ。俺も死ぬのは嫌なんで。ふんね、目立っちゃってさ。さて、これで一通り、まあ左側の敵ですかね、は倒せたかな。よっしゃ、任せろ。さて、任せてくれ。じゃあどんどん進軍していきますか。そうですね、どうしようかな。
うん、ちょっと視力を回復させたいんですけどね。ミラ様、あ、そういえばデューテも使いましたね。もう入り口が大混雑ですね。さてと、じゃあ行きますかね。多分一人はこっちの中回復に向かってるみたいなので、さて届くかな。あー、多分回復のとこまで次のターンで行ってしまいそうですね。11か、ディフェンスは15、20。よし、じゃあちょっとワープさせて待ち構えておきますかね。多分こいつはもう戻ってこないでしょうね。よし、こんなもんですかね。お、逃げてった。よし、今なら多分このデスモチを倒せれるはず。しつこいよ。まあ、この魔法使いさんいなければね、あとはもうそこまで怖くはないんで。そうですね、もう攻撃力の高いやつらは、まあ防御力の高い、まあ、フォルスやるかですかね。あとクリフも結構あるんで、まあこの 3体ぐらいで、まあどんどん倒していけば大丈夫かなと。せっかくワープさせたのに意味なかったですね。おっと、ダメージが通らない。一番高いのはマチルダかな。あとはジークも前に出して、うん、リブロでいいかな。さて、こんな感じですかね。うん、相手は手槍を持ってるんですね。まあただ持ってても、まあこっちの、まあ、パイソンの射程にはかなわないでしょうからね。まあクリティカルが出てどこまで減らせれるかですね。あー、出ないか。うん、ファイヤーでいいかな。
ケー、じゃあこっちのやつを、まあクリフを縦にしてもまあ全然いけるでしょう。3か3ぐらいだったらまだ全然大丈夫ですね。すっかり忘れてた、そういえばこいつ1体いたんですね。あー、かわされた。あ、これいけるかな。これでも食らう。それ、俺も死ぬのは嫌なんで。いや待て、今ここであんまり前に出しすぎたらなんかバロンとかの餌食にされそうなんだよ。さて、じゃあここは、修行が足りんようだな。でちょっとクリフをこっちにおびき寄せて、移動させておびき寄せますかね、こいつらを。でシルクで回復させると、さてまあこんなもんですかね。さて、あの今回復してるやつのところに、あ、間違えた、まあいいや。お、手ありか。多分こいつらこのままほっといたらまた逃げ帰ると思うんでね、その前に仕留めておきますか。行くよ。僕に勝てると思ってる？うん、なんとか1回はクリティカルは出てほしいですね。あ、出た出た。しつこいよ。俺に勝てないってどうなのよ。よし、オッケー。どうよ。行くよ。これでいけたかな。ではでは、今いるところからこのルドルフの皇帝以外ですね。残念でした。うんうん、いい感じで減らしてくれましたね。で、そうですね、やっぱり最後はアルムを向かわせますか。ただディフェンスが24で向こう攻撃28、まあ4ぐらいだったら大丈夫かな。一歩逃げてもそこには届くんだよね、うちのエースの攻撃は。お、かわされた。はいはいっと。あ、きっちりやってくれますね。これであとはもうルドルフ1体だけですね。そうですね、一応まあクリフと連れていきますかね、アルムを。でうちのエースのファイソンも、さて攻撃はまだ届かないぐらいですね。
多分ここに糸かしとけばまあ来るでしょう。おっと移動してこない。そうですね、まずはちょっとアルムを近づけていきましょうかね。多分ルドルフのせがれって言ってたぐらいなんで、なんか会話ぐらいはあるでしょう。そう来るがいい。あれ攻撃をしない、なぜだ、なぜだ、なぜ攻撃してこない、何を考えている皇帝ルドルフ。まさかアルムの手で倒されることを願っているのか。一応手加減使ってみますかね。あ、やっぱり攻撃してこないんだ。なんでなんですかね。ならば戦技でとどめを刺してやる。さらば皇帝よ。あれ普通にかわされたんですけど、ちょっとどういうこと。もう一回ちゃんと当ててくれよ。負けない。お、今度当たりましたね。それで良い。どういうこと。倒されることを願ってたのか。見事だ我が息子よ。何、我が友マイセンに託したのはやはり間違いではなかった。息子とも一体何の話だ。もはや気づいておろう。お前の本当の名はアルバイン・アルム・ルドルフ。私のただ一人の息子なのだ。僕があなたの息子？嘘だ。何を根拠にそんな。うろたえるな、アルムよ。今はもう多くを語れぬ。ただ最後に一つだけお前に頼みがある。頼み？ミラを封じたあの聖剣ファルシオンでドーマを、邪神となり果てたドーマを倒すのだ。頼んだぞ息子よ。あ、ま、待ってくれ皇帝ルドルフ。あなたは本当に僕の父さんだったのか。だとしたら僕はなんてことを。やめ
あの小僧はもうじきここへドーマ様を討ちにやってくる。パルシオンもないというのにご苦労なことだ。アルムがここに。お願い、アルムには何もしないで。私の魂があれば十分なんでしょう。おお、ではドーマ様に魂を捧げるというのだな。はい、捧げます。ドーマに私の魂を捧げます。だからよかろう。では来るがいい。さて、なんか勲章を一つ手に入れましたね。ああ、ごめんアルム。アルムが悪いわけではない。ワイがアルムで皇帝ルドルフを倒したから。まあそんなこと言ってももう仕方ないですけどね。まあ多分4章はもうこれで終わりになるのかな。ちょっとまあこれセーブした後またなんかあの 5章があるのか、多分あるでしょうね。まだドーマ倒してないんで。まあ始まるのかもしれませんし、まあそうですね、次回、まあこの続きですね。まあドーマの塔にアルムが行くって言ってたんで、まあ今度はセリカと、まあアルムと、まあ両方動かせるようになるのか、また交互で動かすのか、アルムだけなのか、まあわかんないですけど、まあ次回ですかね、この続きやっていこうかなと思います。ということで、今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。はい、一応さっきの戦いでもう終わりかなと思ったんですけど、まだもうちょっとあるみたいなので、このリゲル城内ですかね、多分ここを入って、まあ何かしらのイベントがあったら多分終わりだと思います。なのでちょっとそこまで、まあ、やって終わらせますかね。まあもうそのまま中央ホール行きましょうか。お帰りなさいませ、アルバイン王子。私はルドルフ皇帝の親衛隊長マッセナ。陛下からは全てをお聞きしております。敗残の兵をまとめて。お待ちしておりました。全てってなんだよ。僕がルドルフ皇帝を、自分の父親を討つことも全て決まっていたとでも言うのか。その問いに私がお答えすることはできません。どうかあちらの王座でマイセン様のお話をお聞きください。マイセン、じいさんがここにいるのか。さて、じゃあ謁見の間ですかね。行ってみますか。おそらく何も調べてなかったんですけど、まあ何もない。いや、これなんかある。鋼の槍。こっちは鋼の剣。ちょっと調べ物だけしてから行きますかね。よし、じゃあ一見の間に行きましょう。来たか、アルムよ。じいさん、これはどういうことだよ。ルドルフ皇帝が僕の父さんだなんて。アルムよ、驚くのも無理はない。だが確かにお前は皇帝ルドルフの一人息子、リゲル王家の血を引く正当な後継者なのだ。ひどいよ、じいさんは何もかも知っていたんだろう。知っていて僕に父さんを。落ち着くのだ、ハルマ。そうだな、どこから話せばよいものか。お前も知っての通り、このバレンシアはミラとドーマという神々によって北と南に分けられておる。だが彼らはあまりにも人に深く関わりすぎた。神が狂えば人も狂い、神が滅べば人もまた滅ぶ。
それが今のこのバレンシアの姿だ。なんだって、神が滅ぶ。ああ、ルドルフはそれを以前から察知しておった。ドーマの狂気はその滅びの前触れだと。しかしそこにアルム、お前が生まれた。聖魂を持つ者がバレンシアを救う勇者になる。そう予言を受けたルドルフはドーマ教団の手からお前を守るため、その存在を隠し、ソフィアに住む私に託したのだ。その時のルドルフの顔は今でも忘れられぬ。それからだ、ルドルフが変わったのは、人が神の力によらず自ら生きる力を取り戻すため、神の秩序の破壊者となり、憎しみをその身に集めようとした。やがて人々は彼を倒すために立ち上がるだろう。それが愛する我が子であれば、これ以上の喜びはない。ルドルフはそう言っておった。そんな、父さん、父さん。泣くな、アルムよ。お前はルドルフに託された使命を成し遂げねばならん。お前が倒すべき真の敵はドーマ、そしてその狂気に支配され、バレンシアを手中に収めようとしているジュダ率いるドーマ教団だ。急がなければセリカの身にも危険が及ぶかもしれぬのだぞ。そうだ、セリカ。セリカはミラを救うためにドーマの元へ行ったんだ。この城の地下通路はドーマの神殿へとつながっておる。さあ行け、アルム。邪神と化したドーマを闇へと戻すのだ。己の生い立ち、マイセンとの修行の日々、全ては父皇帝ルドルフの遠大な計画であったことを知ったアルム。しかし聖魂の子の宿命は彼に立ち止まることを許さない。父を手にかけた悲しみを胸に、アルムは最後の戦いへ身を投じてゆく。全ての元凶邪神ドーマを倒し、バレンシアをその手に取り戻すために。そして今まさにドーマに身を捧げんとするセリカを救うために。はい、ということで多分ここで4章が終わりっぽい感じですね。なので次回多分5章からのスタートになるのかな。まあこの続きですかね、まあ、やっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。Thank you.